火山岩のコプフズ級、石 A、A、アルカリ長石、P、社長石、F、純長石、玄武岩は、苦鉄質火山岩の一種。新生岩の判例岩に対応する。火星岩は、全位は化学組成で分類され、そのうち玄武岩は、死鬼が45から52%で、繁盛組織を有するもの。繁栄は、肉岩で見えないほど小さい場合もある。 肉眼での色は黒っぽいことが多いが、ものによっては灰色に見えることもあり、また含まれる鉄分の酸化によって赤から紫色のこともある。反殖及び石器として、有色鉱物である奇跡、観覧石、無色鉱物である社長石等を含む。アルカリゲン部眼は、ケルスート繊維イや金雲毛を含むこともある。 玄武岩マグマを生じる上部マントルの部分溶融度が大きければ、それ愛と玄武岩部分溶融度が小さければ、アルカリ玄武岩となる。玄武岩は地球表面で最も一般的に見られる岩石であるが、その生成する場所を劣記する。玄武岩質溶岩は流動性が高く、高い火山で噴火した場合遠くまで流れて溶岩流となり、 平坦な場所で噴出すると平らな大地を形成する。玄武岩には磁鉄鉱が含まれており、弱い磁気を帯びている。この磁気の方向は、溶岩が冷えて固まる時の地磁気の影響を受けている。地磁気は平均すると、数万年単位で N と S が入れ替わるので、玄武岩の磁気を測定すれば噴火磁気特定の有力なデータとなる。玄武道英語名ビソルトの語源は、 ギリシャ語のバスーノスに関係あるからとも、この岩石が豊富に産出されたヨルダン東部の地名、バシャンに由来し、バシャンの石の意とも言われている。玄武岩の日本語訳は、兵庫県木の崎温泉の近くにある玄武道にちなんで、小藤文次郎が1884年に命名したものである。玄武道は、約165万年前に噴火した溶岩流で、 六角形の中上摂理が見事な玄武岩の岩山にある洞窟。ちなみに玄武とは中国神話で包囲をつかさどる神のうち北方に相当する蛇と亀が合体した身体で黒色の意味もある。イタリアを拠点とするカメラ関連機器メーカーのジッツオが過去に玄武岩を素材に用いた三脚を生産、販売していた。ありがとうございます。